こんにちは、こんばんは、おはようございます。ラッパー紹介シリーズ第45回目はスティッキーさんのご紹介です。このチャンネル第2回目の紹介でスカーズのご紹介をさせていただきましたが、このスカーズのメンバーでもあったスティッキーさん、2021年ですかね、急性の病気で亡くなってしまったんですが、チャンネルのね、視聴者の方はスカーズファンの方、スティッキーさん好きの方も結構多いと思うんで、ちょっと今回語っていきますので、ご興味のある方は聞いていってくださいね。はい、この動画ではスティッキーさんの軽い概要と所属クルースカーズの解説、まあ個別動画でやってるんですが、まあ今回も軽く説明しますね。あとコンクリートグリーン、これもね、まあスカーズとかノリキオさんとかを解説する上でどうしてもね、この話はセットになっちゃうんで、こちらも解説します。で、スティッキーさんといえばね、この最大の特徴であるあのリリックね、うん、このパンチライン製造機といいますかネガティブっていうか、こう人間不信というか、うん、まあこの辺もね、ちょっと語りますね。それからソロデビューの話や、スティッキーさんが亡くなる前後ぐらいのスカーズの動きみたいのも話していこうと思います。で、最後に音楽性やスティッキーさんのラップスタイルについても語っていこうと思います。それではスティッキーさんの解説いってみましょう。はい、まずはスティッキーさんの軽い概要ですが、スティッキーさんは神奈川県川崎市出身のラッパーですね。そして地元川崎で結成されたヒップホップクルー、今ではレジェンドチームみたいな感じになってますけど、スカーズ。このメンバーの一人として活躍していたラッパーですね。大きく全国的に流れるきっかけとなったのは、 SG ジャンクスタの DJ イソさんとスカーズのシーダさんの合作であるミックス CD コンクリートグリーンですね。こちらが発売されて、これがかなり話題となりまして、そして同じ年にスカーズのアルバムが2006年ですね、出てますので、この2006年で一気にこの作品の参加アーティスト、スカーズや SD ジャンクスター、 L ボーカルさんとかイシワンさんとか、この辺がね、一気にこう上がってきたんですね。うん、まあ、この辺は後ほど詳しく語るとしまして、この後どんどんね、シーンで活躍していくんですね。この、グループのメンバーだったり、スティッキーさんもソロデビューするんですが、このね、ソロのね、アルバムの評価もかなり高いんですよね。かっこいいっすよね。まあ、これも作品についてももちろん解説していきますね。そして突然の訃報と。まあ、いきなりニュースで入ってきたんでね、びっくりしましたけども。うん、そうですね。ちょっとこの辺、スティッキーさんの歴史を振り返りながら語っていきましょう。はい、まずはスカーズのメンバーのご紹介をさせていただきますね。リーダーのエーサグさんを筆頭に、シーダさん、ベスさん、スティッキーさん、林隆さん、マニーさん、ベイフォーケーさん、サックさん、アイディアさん、サックさんとアイディアさんはトラックメーカーで、アイディアさんは途中でメンバーを脱退してますが、まあ脱退後もメンバーのプロデュースは結構されてるんで、そうですね。まあとりあえずメンバー、いやー、いつ見てもこの並びやばいよな。これすごいメンバーですからね、これ本当に。シーダさん、ベスさんとかはもう日本でトップと言っても過言ではないラッパーですし、アイディアさんもトラックメーカーとしてはそうですしね、サックさんもそうじゃないですか、ベイフォーケーさん、林隆さん、まあマニーさんはちょっとだけ、ちょっとね、長い間ラップやってないですけど、今オンスポッツっていう、まあ昔からあるショップあるんですけど、そこのオーナーをやられてるって、あのコメント欄で教えてくださいましたけど、そうですね、マニーさんも復活してほしいですけどね。で、それをまとめるリーダーがエーサグさんっていうのがね、またかっこいいよな。なんかこう、絵としてね、かっこいいよね、スカーズはね。まあ僕が好きすぎてちょっとバイアスかかってるっていうか、だいぶひいき目に見てるんだけど、ラップの内容やスタイルに関しましては、もうハスリングラップの走りというか、ストリートでのハスリング生活をリアルに歌うっていう、まあでもそこだけ聞くとめちゃくちゃありがちっていうか、よく聞くじゃないですか、それ自体は。なんですけど、俗に言うその不良ラップ、いや、めちゃめちゃ不良なんですよ。めちゃめちゃ不良のメンバーなんですけど、だからこれより前に出てきた妄想族とか MSC とかモサドみたいな、ああいうやんちゃ不良ラップとはね、ちょっと違うんですよ。なんて言ったらいいんだろう、なんかオラオラしてないって言ったらいいんですかね。あの内容はめちゃめちゃイリガルなんですけども、オラつかない不良ラップって言ったらいいのかな。その街で起こるディールの話だったり、警察への不満とか、裏切りとか、そういうのを淡々と話していくみたいな感じなんですね。それがめちゃくちゃオシャレでかっこよかったんですよ。あの、ちょっとまた気抜くとこれだけで長く喋っちゃうんで、スカーズの解説、より深く聞きたい方はこちらの動画、お時間ありましたらご覧ください。はい、そしてスカーズやスティッキーさんがどうやって有名になったかというと、このミックス CD が一つのきっかけとなりました。それがコンクリートグリーンというミックス CD。 これシリーズ13まであるんですけども、その第1弾、この画像だと一番左上のやつですね、1ですね。そこにスカーズのメンバーやノリキオさん率いる SD ジャンクスターとか、エルボーカルさんとか、イシュワンさん、当時はインヤンっていう、もうサガさんっていうそのユニットがあったんですけど、イシュワンさんも出てましたね。今名前挙げた人たちは今ではビッグネームになっちゃいましたけど、そうですね、この時は駆け出しで、ここから彼らの快進撃は始まるんですね。はい、さあ、ここからスカーズ勢いに乗りますね。先ほど冒頭の目次でもお話ししましたが、そのコンクリートグリーンと同じ年にスカーズのグループとしてのアルバムもリリースします。ジ・アルバムってやつですね。だからこの2006年でスティッキーさんはついにこうシーンに、登場するんですが、まあ初めて当時聞いた人は結構
まあ、印象に残った人多いんじゃないですかね、スティッキーさんは。まあ、とりあえずストリートの角に立つ、そして1個8000でばらまくで、みんな高っつって、あのこのツッコミはみんなするでしょ、まずね。まあ、そんな感じでこのね、パンチラインのなんていうんですかね、真似したくなるっていうか、この1個8000でばらまくとか、その噂話が好きだなとか、 あのこのスティッキー語録みたいになるじゃないですか。だからこういうね、本当にね、耳に残るパンチラインを量産するのがスティッキーさんですね。うん。でね、基本リリックがめちゃくちゃネガティブなんですよ。まあね、これソロだとね、ちょっと変わるんですけど、まあ後ほどね、この音楽性スタイルに関しては後ほどあの詳しく解説しますが、まあね、この怒りとか裏切りとかさ、世の中に対しての不満とかをめちゃくちゃ言うんですけど、このね、スティッキーさんの愚痴っていうかこの感じはめちゃくちゃ救われた人実は多いんじゃないかなとね、思ってるんですよね、僕は。これっていうかね、スティッキーさんって多分ね、今人生うまくいってるいい感じの人がね、聞いてもあんま刺さんないんですよ、多分。どっちかって言ったら、今めちゃくちゃこう食いしばってる時っていうのかな、だし、ちょっと今環境に不満あるぜみたいな時にスティッキーさんはめっちゃ刺さるんですよね、マジで。あとかつ、早くラップの話がしたいんですが、ちょっとここは我慢しまして、そうですね、歴史に戻りますが、そう、そんな感じで、僕だけじゃなくて当時チェックしてた人は結構スティッキーさん好きな人多くて、そうですね、あの非常にメンバーの中でも人気のラッパーでしたね。はいはい、2000年代中盤から後半にかけて快進撃を続けるスカーズ。2006年と2008年に2枚アルバム出すんですが、そこからね、少し活動止まるんですが、グループはですね。うん。その間にメンバーの方々はソロでデビューされたりとか、あの、例えば、B4K さんとかはね、練馬ザファッカーでテレビ出て、めちゃくちゃ有名になりましたけども、そうですね、ここで活躍しますね。で、スティッキーさんもご多分に漏れず、ソロデビューで、こちらもね、注目が非常にされたんですが、まあ、個人的にはね、結構このソロは好きで、特にファーストアルバムに入ってる、終わりなき道っていう曲ですね。これがスティッキーさんの代表曲になりますかね。これはね、本当に名曲ですね。お兄さんのお名浜に近い感じの、その、もうスティッキーさんと言ったらもうこれだっていう感じは、もうこれは絶対チェックした方がいいですね。終わりなき道。その後の楽曲のリリースは、サウスサイドストーリーっていう EP が1枚あるのと、あと、まあ、一応ね、セカンドアルバムはあるっちゃあるんですけど、まあ、なんか今までの収録曲を入れた、まあ、ミックス CD みたいな感じなんで、スティッキー名義の作品は、まあ、ちゃんとしたものだと、フルアルバムが1枚と、EP が1枚って感じですかね。皆さんはどうなんですかね、スティッキーさん好きな人結構多いのかな。僕はもうスカーズだとスティッキーさんが一番好きなんですけど、メンバーだとやっぱエース的なのはシーダさん、ベスさんになるんですかね。まあラップ的にはそうでしょうけど、まあそうですね、皆さんも好きなメンバー、この人が一番好きだとかあったらコメント欄で教えてください。2021年の1月、僕はヤフーニュースで見たんですが、スティッキーさんが亡くなったっていうニュースが流れました。本当に急にってことで、まあ、ご自宅で脳梗塞で、もう起きた時には亡くなってたっていう感じだったそうなんですが、ファンとしてはね、本当にもうこれからもね、曲どんどん聴きたかったんですが、あのですね、実はスティッキーさんのオフィシャルサイトっていうか、オフィシャルチャンネルかが実はありまして、こちらね、亡くなった後にリリースされた2曲だけなんですがアップされてますので、まだね、チェックされてない方はスティッキーオフィシャルかな、まあリンク貼っとくんで、こちらを見てみてくださいね。はい。っていうかさ、ヤフーコメントの民度ってどう思います？あれ最悪じゃねマジで。スティッキーさんの時って本当最悪だったね。全盛期の2ちゃん以下だと思いますね。ヤフーコメント。あれ、嫌じゃないですか俺だけ俺だけかなまあいいや。で、ちょうどスティッキーさん亡くなる前ぐらいって、スカーズ再始動するかしないかみたいな感じのニュース、話題になってたんでね。だからまあこれから、こう活動するのかなっていう時で、まあこういうね、悲しいことがあったんでね。まあ、スカーズの回でも言ったんですけどね、再始動する際はもちろんね、スティッキーさんの声も入ってて、マンニーさんも入ってて、もうフルメンバーだったらね、最高ですけども。ってことで、お次のショーでは、スティッキーさんのラップや音楽スタイルについて語っていこうと思います。はい、やっとラップの話ができますね。ってことで、スティッキーさんのラップや音楽性について語っていこうと思うんですが、ラップのタイプ自体は、そんなにこうね、テクニカルなタイプではなくて、ほとんどこう、喋るっていうか語るようなフローですよね。だからめちゃめちゃ洗練された今のトレンドのラップとはもう対極のラップなんですよね。歌詞の表現方法とかもそんなにね、アーティスティックなことを言わないんですよ。文学的っていうか、こう舐めだるまみたいな感じで、あのアーティスト特有の抽象表現とかも少なくて、本当にね、口語に近い、なんていうかな、現実に即したリアルな言葉を本当に淡々と喋るみたいな感じですね。それでいて、さっきも言いましたけど、その世の中に対する不満みたいなことが特にキャリア最初の方はかなり多かったので、発するメッセージはね、基本ネガティブとか怒り系のものが多いですよね、スカーズでの作品は。
でソロになるともうちょっと人間的になる感じがしますね、スティッキーさん。なんていうか、そのスカーズ時代は怒りと不満だけで終わってた感じなんですけど、なんだろうな、ソロになるとそのテイストは似てるんだけど、ちょっとこうそれでも俺は前を向いてやっていくしかねえなみたいな、ちょっとねポジティブなニュアンスがあるんですよね、前を向いて歩こうみたいな。でさっきスティッキーさん、ちょっと悩んでる人とか大変な人の方が刺さるって言ったじゃないですか。もちろんね、スティッキーさんのスタイルがその人に元気を出させようとするようなそのザードスタイルね、負けないでみたいなさ曲を歌うはずがないですから、全然そんなことはないんですけども、ただなんでスティッキーさんの曲で元気を出る人が多いかっていうと、多分ねこれね、一緒に愚痴ってくれてる感がねめちゃくちゃあるんですよね、スティッキーさんマジで。これスカーズの回でも同じこと言いましたけど、スティッキーさんのいいところは、スティッキーさんは一般人とは全然違う生活をしてきている人なわけじゃないですか。そのストリートで生活をしている人ですから、一般人とは違う生活なんだけども、歌詞の内容自体は別に普通のサラリーマンでも結構共感できるんですよ。これね、メンバー内でもね、ベスさんとかもそうなんですよね。で逆にエーサグさんとかはもうストリートのことしか歌わないじゃないですか。だからエーサグさんの歌詞って多分そのサラリーマンにはよく、普通の生活をしてる人にはエーサグさんの歌詞何言ってるか分かんないはずなんですけど、スティッキーさんはすげえわかるみたいになるんだよね。でそういうね、ネガティブな言葉の羅列の中にちょっとね一筋の光が見えるみたいなね、スティッキーさん最高ですね本当に。もうだからもしね今いろいろあってこう社会にちょっと不満怒りモードだったら、もうぜひともねスティッキーさんをおすすめしたいですね僕は。やっぱねスティッキーさんはね、綺麗事を言わないから、で人生うまくいってない時って綺麗事ムカつくじゃないですか。なんか人生って生きてるだけで素晴らしいからみたいのって別にいい言葉だと思うんですけど、そういうマインドの時っていや素晴らしくねえよてめえこらみたいな感じになっちゃうから、だからそういうマインドの時はぜひともねスティッキーさんで心を中和させてね、こうカタルシスをもたらした方がね多分精神衛生上いいんで、本当にねスティッキーさんはリアルな言葉を吐くから、なんていうか人間性がすごいこう出るっていうか、繊細な感じの人なんだろうなとか、ちょっとシャに構えてひねくれてる感じあるかなみたいなとことかね、本当魅力的なんですよね。人柄がそのままリリックに投影されてるというかね、もう本当にリアルですね。等身大でかっこいいと思います。ってことでスティッキーさんいかがだったでしょうか。まあ好きな人も多いと思うんですが、本当にねスティッキーさん、僕多分いつもよりテンション軽く 10% ぐらい高いと思うんですがね、ちょっと僕のスティッキー愛伝わったかと思いますね。はい、ってことでスティッキーさんのご紹介は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。この表ですとスカーズのメンバーではシータさんとエーサグさんを解説予定ですね。ちなみに動画内では言い忘れちゃったんですけど、ベスさんの解説はもうやってますので、こちらもご興味ありましたらご覧ください。本当はシータさんを一番最初にご紹介させていただこうと思ったんですけど、温存してたらどんどん後回しになっちゃいましたね。まあ必ずやりますので、 お楽しみにお待ちください。これからも、どんどんかっこいいラッパー紹介させていただきますので、ご興味のある方はよろしくお願いします。いいし暇つぶしになったという方はチャンネル登録高評価していただきましたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。